こんばんは、角井雅子です。本玉さん。あ、どうも、あ、ここで挨拶していいんですね。こんばんは、本庄義彦です。はい。今日はですね、本玉義彦さんをお招きしてのライブになります。はい。私の方からですね、本玉さんの紹介をさせていただきたいと思います。今日はですね、16日に地震がありましたけれども、はい。福島県ですね。今、宝玉さんは福島県南相馬市のご自宅ですか？はい、ここは南相馬市にある私の自宅です。はい。から、ご出演いただいております。はい。で、宝玉さんのそうですね、ご紹介。で、宝玉さんはですね、1976年、江戸時代より続く天台宗の寺院。まあ、こちらの寺院、今はですね、廃止されていらっしゃるお寺なんです。廃止していますけれども、まあ、寺院を擁する福島県南相馬市の宝玉家にお生まれになりました。幼少時より仏教に親しまれて、自然の中で育たれたとのことでいらっしゃいます。とのことです。農業や飲食関連を経てですね、音楽、芸術制作を行われて、ライフワークとして詩を作られ、確か宝玉さん、高校から詩を書かれてるとおっしゃってましたよね。うん、そうですね。そうですね。はで、い。詩、はい、詩作されて、著名の音楽家の方々とですね、朗読セッションなどを行って、ね、いらっしゃるとのことでですね、無意識からの言語の超越的な実装法を研究されていらっしゃいます。すごい、すごいですね。なんか言うとすごいですよね。すごい。本当に、なんか実装法みたいな。はい。それで、地震のお話になるんですけれども、2011年と、東日本大震災並びに、東京電力の福島第一原発、原子力発電所の事故ですね、にて、被災されてですね、まあ、避難を余儀なくされたとのことです。で、以降ですね、東京と南相馬市、福島県ですね、の、2拠点で活動をなさっていらっしゃいます。はい。で、2015年ですね、出版会社の司潮社から初めての詩集、ですね。ピクニック、はい、を出版されました。詩人ですね、詩人、宝月義彦さんです。で、2020年にですね、トマベ知識コーチング認定コーチになられてですね、その翌年2021年、コーチングカンパニーのコンパッションユニバースという会社を、設立されてですね、まあ、そちらの CEO 兼代表コーチに就任されていらっしゃいます。で、修練を積まれながらですね、現代コーチングの中心である東京の港区と故郷である福島県南相馬市を中心にクライアントのゴールを達成すべくコーチングの実務を展開されていらっしゃいますという宝月さんでいらっしゃいますけれども、宝月さん、皆様にご挨拶いただいてよろしいでしょうか。トマベ知識コーチング認定コーチの本庶佳彦と申します。今日はご視聴いただき本当にありがとうございます。そうですね。なんでコーチになったのかっていう話を、ちょっと今の解説の中から抜き出して話をしようと思うんですけど、トマベ知秀人博士という人物は、そうですね。2011年の原発事故の時にですね、ブログを通していろいろといろんな情報を発信してくれてる人がいるなという。で、これやっぱり読むと、非常にこう中身のことがよく書かれてて、やっぱりあれなんですよね。その心がこう、ざわざわしてる時っていうのはファクト情報っていうか、その文脈情報に触れると、こう心が落ち着くっていう法則があって。で、それをやってらしたんですよね。で、随分それに助けられた。ですけれども、それからつまり18年ぐらい経って、何でしょうね、私の奥さんがバラ色ダンディを見てたんですよね。そうですね。で、なんか面白い人がなんか喋ってるよって、ああ、トマベチさんねと見てるうちに、だんだんハマってきたっていうか、洗脳されたっていうか、それでですね、ああ、なんかちょっと話を聞きに行ってみようかなと思って、入って、
なんていうんでしょう、割と砂かぶりのところに座ってね、博士が入ってきて、博士が椅子に座られた瞬間に、詩に関してとある発言をなさったんですね。詩ってポエトリーの詩そですか？の、そうなんですよ。はい。で、もう私、詩人なんで、中身は一応、守秘義務があるんで、ここでは言わないです。どこでも言ってないんですけど、はい。まさかそのいきなり椅子に座るなり詩の話が出ると私は思ってなかったんで、度肝抜かれまして、で、それがまたすごく、なんて言うんでしょうね、的を射てる話だったもんですから、あ、これはこの人の弟子になるしかないというふうに思ったのが2019年の秋ですかね。はで、あれよあれよというマニアカデミー、まあ、要はそのコーチングの、なんて言うんでしょうね、その理論の方を学ぶアカデミーというものがあるんですけども、そこに行って、あ、これはとっても面白いし、人の役に立つものだなということを感じ、で、そこからさらにもう一段ということで認定コーチになったわけですね。翌年ですね、その、そしてその翌年に会社を設立されたそうでとすいう。ね。まあ、名前は私一人しかいないんですけど、まあ、そうでもないかな。まあ、やっぱり名前があった方がいいだろうということで、このコンパッションユニバースっていう社名は、私の一番好きな、後でまた紹介しますけど、トマベチヒデと宇宙を語る、ドクター・ティーズ・ユニバースっていう本があって、あともう一つ、近未来のブッダっていう本の、から取ってですね、慈悲なる宇宙という意味でコンパッションユニバース。まあ、共感という意味でコンパッションって今、すごく使われますけども、慈悲という意味で使ってます。あ、慈悲ですね。はい。はい、あ、そこから来たんですね。そうなんです。はい、じゃあこのおね、お話も後ほどしていただけると思いますので、お楽しみにしていてください。はい。はい、で今日はですね、宝玉さんに日常の中の気遣い、はい。気遣いも気を使うの気ではなくて、気候のあっちの方の気ですね。うん、気遣い。これはね、私は同じものだと思っあ、てそうまです。すね。はい。はい、そうそうでですすね。ね。はい、についてお話しいただきます。はい。で、すごい今日はですね、のっけから大風呂敷を広げてまして、どんどん広げ何てくだか、さい。サムネイルを作ってくださったら、もう私のバッグが地球になってるんですよね。もうこれはやばいなと思いまして。まあ、しかし、なんて言うんだろうね。やっぱりそのぐらい大きいけれども、このものすごく小さい話でもあり、それがまたとっても大事だなと思ってまして、そんな話をしていきたいと思います。はい、はい。楽しみにしてください。はい。はい。で、詩を通してですね、言語ならざる言語を追い求めてきた宝玉さんまあ、そうが、ですね。そうですね、優しい非言語コミュニケーションとしての気についてお話しくださるとのことで、で、今日のライブをご視聴いただくことでですね、今から誰でも気を使うことができるというふうに、それ面白いですね。気を使うことに気づいてもらいたいということですね。で、気を身近に感じて気持ちいい人生を手に入れてほしいと思っております。で、最後にですね、特典の話とかもありますので、最後までお楽しみに。それと、ご視聴どうですかね。シェアははい、うまくできてます。うまくできましたか？はい。それで、ご視聴の皆様、どうもありがとうございますとコメントもいただいてます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと読み上げさせていただいていいですか？飯田千恵さん、こんばんは。こ吉島健んばんは。どうもどうも。太さん、おます。ありがとうございま宝す。玉コーチ、角井コーチ、本日はよろしくお願いします。よろしくお宝願玉いいたコします。ーチのピクニック、手元にありますですお、って。お、ありがとうございます。はい。で、鳥谷美恵さん、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。はい。ということで、コメントいただいてます。はい。宝玉さんにですね、コメントとか質問があったら、どんどんお書きそうですくだね。さい。何でも聞いてください。はい。私も呼び上げさせていただきたいと思いまはい。す。はい。それでは、ですね、早速、じゃあ、お話、はい。お願いしましょうか。はい。はい。まあ、最近気が気になってしょうがないっていうね。気がけになってしょうがない。そう。これ気だらけですね。そうです。本当に気だらけなんですけど、まあ、まあ、トマベ知識コーチングというものを、まあ、なんか、
よく知らない方のためにちょっと解説しますと、まあ、それを学んでいく中で、Tを学ぶこともできるっていうことですね。で、まあ、中身はまあちょっといろいろ複雑なんですけれども、まあ、とにかく Tの勉強もできるっていうことなんですけど、で、それはつまりどういうものかというと、いわゆるヒーリングとかに使うものでもあり、まあ、コーチングの中でももちろんすごく大事な概念になってくるんですけれども、まあ、特段意識しなくても、おそらくコーチング、トマベ知識コーチングというものは、成り立つだろうとは、もちろん思うんですね。で、それがゆえに、なんて言うんでしょう、あんまりそっち方面に切り込まない方も、コーチもいらっしゃると思うんですけど、なんかやっぱりちょっと面白そうだなと思ってまして、最近。で、ちょっとプルプルなんか本気で、まあ、後で解説しますけど、気をこう、なんて言うんでしょうね、こう、感じる練習っていうのを、よくやるんですね。まあ、基本どっちかというと運動不足なタイプの人間なので、で、そのぐらいは、体プルプルするぐらいはやれよっていうことで、寝る前にやるようにしてるんですが、すごいんですよね、その進捗というかね、本当にこう気が感じられるようになってくるということと、あとこう、それに関する発信をしてみたときに、反応がすごく大きいんですよね。で、私はどっちかというと、まあ、なんつったらいいかな、うちのおふくろという人が結構体が弱い方で、私が若いときに、私が二十歳ぐらいの頃に亡くなってるんですね。で、なんて言うんでしょうね、こういろんな、なんて言うの、まあ、いわゆる霊感商法みたいなもんですよね。そういうものがいっぱい寄りついてくるような時期があったもんだから、うちの父という人が大変警戒してしまってですね、なんかそういうものは、気持ち悪いもんだっていう刷り込みがすごいあったんですよね。気とか言われると、気おいおいっていう感じだったんですけど、もちろんやっぱり興味はありますよね。当然漫画なんか見てると普通にこうね、男の子が好きな漫画には必ずこう気を飛ばしてなんか相手をやっつけるとかそういうものは出てきますし、普通にこう育ってると気というものになんとなく気と呼ばなくてもですよね、概念に触れる機会っていうのはたくさんありますよね。で、私自身は全然そういう感覚っていうのはなかったんですけれども、まあ、やっぱり何でもこう形から入るじゃないですか。やっぱり型ですから、形というか型ですよね。で、やってるうちに、だんだんこう確信が持てていくんですよ。これは確実に存在するものだというものが見えてくるんですけれども、それでですね、この間、ちょっと前に、ツイッターで、ちょっとした動画を投稿したんですよね。そう。ご覧いただいたと思うんですけど。はい。来ましたよ。ありがとうございます。あれはですね、こうやって私がテレビの前でこう、テレビじゃないや、パソコンの画面の前でわーってやってる動画なんですけど、指にですね、シンセサイザーをコントロールする指輪をつけてるんですね。ほう。そうそう。で、うちの奥さんが音楽家なんですけれども、最近コンピューターも扱うんです。で、あれのピューってなってる音は、もともとは雅楽で使う流的の音をこう、コンピューターでいじくったものなんですけども、それをですね、この指輪のコントローラーのこの微妙な指の動きでピーって鳴らしてたんですね。へー。で、結構この情報空間にこの本当は目の前にないものをこう触るぐらいのつもりでこう気を扱っていくじゃないですか。で、その感覚でこう動かすとちゃんとそれっぽい音が鳴るんですよ。ほー。で、まあそういう風にセッティングしてあるからなんですけど、やってみたら非常にこう、なんて言うんでしょうね、死の、死じゃない、気の、本質的な動きとこうリンクしてたので、これはちょっと投稿しても恥ずかしくないなと思って、投稿してみたら、ものすごい、ちょっとバズったんです。私、フォロワーそんなにいないんですけど。ええ。それで、あれ、俺はこのキッズってちょっとこう、普通は世の中に怪しまれるものだと思ってたのに、こんなに興味持つ人がいるんだっていうのに初めて気づいたんですよね。うんうん。で、やっぱりまあ、ニッテコチの役割の一つではあるけども、その、いわゆる、なんて言うんでしょうね、良くない意味でのスピリチュアリズムに傾倒してしまう人のところに、何らかのこうエクスキューズを投げるという役割がありますよね。脱洗脳という仕事ですので。
なので、やっぱり木というものに興味を持っている人がこれだけいるということは、やっぱりこう正しい発信をしていくことの方が安全につながるだろうなとい う思いが一つあってですね、割と積極的にこの木の話をしていこうかなと思って、今日思い切って私なんかが木の話をしていいんだろうかっていうところだったんですけど、はい、思い切って木の話をしてます。はい、思い切ってぜひお願いいたします。はい、で結構仕事の中で、はい、気を使うっていうことはすごく多いと思うんですよね。で、気遣いっていう、気を使うっていう言葉私すごい好きで、いろんな日常の中で気という言葉が入ってる言葉、慣用句、ことわざとかたくさんありますよね。しかもそのどれもね、意味的にものすごく奥深いんですよ。うん、でそのなんか奥深さを知っていった時に、これは本当に面白い、しかもこう芯をついて、昔の人って本当に気が見えてたんだろうなと思うようになったんですね。でその自分のこの人生の中で初めて気を意識するようになったのっていつ頃なんだろうなって考えたら、まあ子供の頃は何て言うんでしょうね、面白がって、その何だろうな、ここにこう霊がいる気がするとか、なんかいろいろ言いますけど、まあ大人になってこう仕事するようになってくると、やっぱり力仕事、私農業だったので、力仕事なんかするときに、やっぱり重いものを持つとき、やっぱ気をこうしっかり送らないと人間の体って保てないですよね。で、なんて言うんでしょうね、自分のこう力よりこう重いものをこう持ち上げるとか、私の父なんか今も結構高齢で、割とこう痩せてるんですけど、どこにそんな力があるんだろうなっていうぐらいすごい力出すんですよね。あれやっぱりこうすっとそこに気を入れてこう重いものを持ったりするからだと思うんですけど、そこでやっぱり力の使い方っていうんで気を少し意識したのが割と若い頃、でその後にですね、今日この話をするのすごい楽しみだったんですけど、20何歳だっけ、7歳ぐらいの頃かな、私の地元の南相馬というところに、結構有名なですね、串焼きレストランがありまして、でレストラン、そうです。でそこのウェイターを5年ないし、あとちょっとその震災でちょっと途切れちゃったんで、時々出るような感じで7年ぐらいやってたんですね。でそこのマスターがとってもユニークな方で、やっぱすごくこう気というものを意識して仕事なさってる方だったんです。で人物的にも非常にコーチング的な人物でしたね。で長くロサンゼルスのマリナデルレイというところで店を出してらっしゃって、でそうですね、私が23歳ぐらいの頃だから、その お店を閉じられ、もう閉じたんですけども、閉じられる25年、もうちょっと長いのかなぐらい前に、南相馬に帰ってこられて、自分 の、自宅があるところで、実家があるところで店を出されてたんですけど、その中で、私接客って全然やったことがなかったから、最初すごくやっぱ緊張しましたよね。でそのなんて言うんでしょう、やっぱり気をまとうっていうか、気遣いっていうか、そのやっぱりお客様の間にこうスーッとこう割って入っていって、サーブをするっていう時に、本当に気をつけないと、もちろん事故にも合うし、なんて言うんでしょうね、やっぱり女性のお客様なんかの場合には、やっぱりものすごい男性ですから緊張するわけですよね。なんか近くに寄って嫌な感じに なられたら嫌だなと思うし、男性同士の場合はね、そんなに気付かないでいけるかもしれないけど、やっぱり女性の方の場合は結構こう、触ったりしない、気をつけてこうスッと入るんですけど、一本一本コースで串を差し出すようなところだったんですね。これ当時 のこれ ANA の機内誌で翼の王国ってやつがあるじゃないですか。これに乗るぐらい有名なお店だったんですよ。そうだったんですね。これちょっと今日お見せしようと思って持ってきたんですけど、何年ぐらい、2010年ぐらいかな。こういうふうにですね。こういうふうにですね。あですね、はい。
美味しそう。そうそう。で、これ見て、今食べられないっていうのも話なんですけど、マスター今見てると思うんですけどね。あ、本当に？ そマう、見スてくださってター。ると思うんですよ。はい。こんな風に、すごい。コースでですね、一本ずつ串焼きを、紀州の備長炭で焼いて、お出しするような、これマスターですね。マスター。はい。宝石さんはいないの？これはここには映ってないです。あ、そっか。マそスう、すごいター。嬉しかったのは、これ最初に覆面調査員が入るんですよ。ほう。で、ちゃんとしたお店だっていうのが分かったら、なんか乗っけられるらしいんですけど、やっぱりいつも通りに仕事をしてたら、ここはいいお店だっていうことで取材に行っていただいたっていう経緯があって。で、ここでやっぱり、気の使い方、すごくこう、教わったですよね。で、マスターが、こう、いつもこう、備長炭にですね、こうやって気を送ってるんですよ。本当に？そう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 。送ってるんですか、こう。で、こう、受け取ってもいるんですよね。その輻射熱の強さをこう見ながら、本当に丁寧に焼いていくんですよね。で、串焼き屋さんって結構難しいんですけど、この串焼きアンカーっていうお店だったんです。ここはかなりこう、ウェルダン気味にしっかり焼くんですよ。で、肉の芯の脂が溶けて、表にこう染み出してくると本当に美味しくなってくるんですけど、すごない。かなかそこまで焼きを追い込んでる串焼きってあんまりないんですよね。結構表がね、焦げちゃったりとかってしそうてです、るそうです。焼き鳥もありますね。だからもう炭のこの、なんて言うんでしょうね、炭床を作るまでにやっぱりかなりの熟練がいるということと、本当にお店を終わる日まで炭の改良をなさってましたよね。本当にそうです。私が入った時からもうずっと炭の組み方を研究なさって、で、辞める時まで、お店終わる時までずっと炭の研究、タレの研究、いろんなことをずっと研究し続けて、最後の日まで研究してましたね。わあ、素晴らしい。で、そういうなんか人なんですけど、やっぱりそこでこう、やっぱり、なんていうんですか、先ほどのそのサーブの時もそうだし、持っていく時にとにかく気をつけてねっていうことをよく言われるし、あとよく言われたのがね、ふわっとやってねってすごく言われたんですね。そう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 。それがやっぱりすごく良くて、お店の中にこう、ふわっとしたこう気が充満してた。で、備長炭からね、すごいこう、いい輻射熱と気が出るから、お店の中がすごくいつもあったかくて、とても繁盛してたんです。南相馬って田舎なんですけれど、結構全国と、あと、海外に、中国方面に行かれたお客様が帰りに日本にわざわざ寄ってここに来るぐらいのお店だったんですね。で、大変名の通ったお店だったんですけれども。で、そうね。で、昨日話だね。で、ここのお店の玄関のところに、建国の額が貼ってあったんですね。建国？建国ってこんなでっかい石にこう、ハンコ掘るんですよ。で、こう、ガーンって、前後かなんかを掘って、色紙に、して飾っておくものがあるじゃないですか。あれですね。で、随所搾取って書いてあったんですよ。随所搾はい。至る随所。随所は随所。随所任意の随所ですよね。搾取というのは、作る主と書いて、随所搾取っていうんですけど、これは臨済、前後ですから臨済宗の臨済の言葉なんですけど、随所に主と作れば、立つところ皆真なりっていう。これはですね、コーチングですよ。そうですね。そうですね。その当時は、どこに行っても主体的に振る舞うことができれば、その酔って立つところは全て真実の道につながるよということのように理解してたんですけども、これはですね、やっぱり認知科学、コーチングは認知科学という学問に基づいているんですけども、認知科学的に解釈していくと、本当になんて言うんでしょうね、量子の実相ということがもうここに見て取れるような言葉だと思うんですよね。で、私たちがいる空間っていうのは情報空間と、この実際にこう触れる物理空間ですよね。それに、分かれてるっていうか、本当は地続きになってるんですけれども。で、人間のこの認知が、情報空間の情報が変わると、この実際のものまで変わってしまう。一番分かりやすい例っていうのが人間の体ですよね。病気なんかが、病は気からなんて言いますけど、
木の方をちょちょちょっといじって変えてあげるとこう病気が治ってしまうってことは、これは昔から普通にあることです。でそういうことですね。だからコーチングっていうのは、まあ、技術的にはすごく高度なことかもしれませんけれども、この情報空間の部分を、うまく操作してですね、で、実際の現実をこうガチャーンと変えてしまうものなんですけれども、そういうことがですね、割と、もう、もともとコーチになる前からヒントが至るところにあったんですよね。うん。で、私はこのアンカーというお店ですごくそれを学んで、でやっぱりマスターがいなかったら今コーチをやるタイミングにうまく乗れなかったかもしれないですよね。うん。そう、ここでなんとなくその気というものの実際の扱い方、はい、うん、うん、そしてやっぱり人と触れ合いながらそれをこうやり取りするっていうことを初めて覚えましたよね。やっぱりコーチングのクライアントってやっぱり取ってくるのにある程度まとまった料金がかかりますから、すごく頑張って、まあ頑張ることはないんですけど、自然に来るんですけど、来てもらわないことにはしょうがないんですけど、やっぱりこう、たくさんの人と接する経験っていうのが、どっかでないと、気の使い方っていうのが育たないなと思ってた。そこで私はすごく、勉強させてもらいましたね。いいご経験されましたね。そうですね。で、あとはやっぱりその、私の家内が音楽家で、一緒にライブでですね、ジャズの歴史なんかを私がトークで話すようなライブをやってましたので、そこでもやっぱりやっぱりお客さんとこうなんて言うんでしょうね、別に話しかけるわけじゃないんですけど、やり取りがやっぱりすごくあるんですよね、気のやり取りがね、気のやり取り、うん、それによってこうステージがどんどん変わって音楽も変わっていくっていう、ジャズみたいな音楽はやっぱり客席とやり取りすることでそのエネルギーがどんどんこう音楽に反映されていく音楽ですので、そういうやり取りも間近で見ながら震災後の10年間コーチになるまでの10年間はやってきたっていうこともありますね、うん。で、まあ、ここまでお話ししたことからも分かるように、別にこの木っていうのは、普通にどなたでも、自分の持ってるところから、使えるもんであるということに、ぜひですね、気づいていただきたいんですよね。ね。そうそうそう。皆さん、使ってらっしゃるんですよね。そうそう。皆さん、この、そうなんです。SF じゃないんですよ、木って。現実のものなんですよね。これをですね、ぜひやっぱり皆さん知っていただきたいと思うのは、やっぱり今非常にこう、情報の中にその嘘が紛れ込んでるとか、自分の認知を、人間のその認知を守らないといけないような時代に入ってきてるんですよね。そこで、一番大事なことは何なのかっていうことなんですが、やっぱりリラックスなんですよね。リラックス。肩に力が入っても、本当にまあ、結構本当辛いことばっかりなんですけど、私ももう地震でもうほとんど嫌になってるんですけどね。もうね、今も地鳴りしてるんですから、ここ、つって。今。結構こう、ああ、来てるなって言うと、やっぱり本当にカクカクカクって入れる感じで、もう本当に気が張ってるんですけど。気が張って、もう毎日なんですね。もうずっとですね、いる間中。いる間中。これ皆さんおっしゃってます。あ、本当に、うん、でやっぱりそうですね、そのなんだっけ、昨日の話ですけども、そうね、何の話だっけ、昨日の話そうそうそう、で、まあ、そうやってこう気をつけていくっていうことが誰にでもできると思うんですけど、その気をつけるっていうこの言葉がやっぱりすごいなと思ってて、やっぱり気をこうつけるんですよね。粒子状にというか。うん、これ、私、まあ、超情報場仮説っていう、この博士の、この本ですよね。熊淵秀統一を語るって、この本があるんですけど、まあ、これは純粋な、これですね。これです、これです。はい、もう、純粋な学術書という感じだと思うんですけど、はい、これの中に、なんて言うんでしょうね。こう、いわゆる、こう、トップの部分からそのボトムの部分に向かってこう実際に降りてって、実際の今いる現実の世界ができていくっていう、そのピラミッドみたいな形があるんですけれども、そのこのボトムの部分ですよね、ここにこうくっつ木がくっついて、その自分の認知が反映された世界が出来上がっていくっていう
考え方があると思うんですけども、それを実際にやってたのが、その、私が仕事してた串焼きアンカーというバーだったと思うんですね。で、実際その、サーブするときに、例えば、串焼きってこう、結構いろんな種類があるので、一本ずつ頼むことも、注文することももちろんできるんだけれども、基本的にやっぱりコースで注文していただいて、気持ちいい形で流してもらった方がサーブとしてもうまくいくし、お客様も満足していただける食事になるんですけども、バラバラとこう注文が入ってきてしまうと結構大変なことになるんですよね。で、なるべくこう今日はおすすめでこのコースがありますよとか、いうことにこううまくこうお客様を気持ちよく導いて、差し上げると皆さんそれを召し上がって大変満足してお帰りになるっていう。で、そういうところでですね、やっぱちょっと操作を入れるんですよね。うん。コーチでなくても。でなくても。そうそう。それがやっぱり気遣いですよね。何をこのお客様今食べたがってるかなということを、こう、パパッとこう、現状を認識して、で、ああ、このお客様にはこのコース。で、サイドメニューでこんなのがありますよっていうことをささっとこう、お勧めしてあげると、大体もうその通りに決まってくるようになれるとですね。どん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 こうオーダーが入ってきて、すごくこう場が整然と回り出して、その時のそのお店の中の全体の気持ちよさっていうのが本当にすごいんですよね。で、そういうこう細かい、自分のこうなんていうんでしょう、このみなぎってる気をこうバーッとこう粉々にして、バーッとこうお客さんの細かい需要のところにこうくっつけてあげるっていう感じが、ものすごくあったんです。で、最近やっぱり自分のお仕事のマーケティングなんかも勉強してるんですけれども、今やっぱり30代から20代の方が実際にやられてるようなマーケティングの手法っていうのが、まさしくやっぱりこの考え方なんですよね。細かくこう、ユーザーの需要をこう見つけて、そこにこう自分の考え方とか商品っていうのをバーッと細かく細分化させて付着させていくっていう考え方で。それがこう、なんていうんでしょうね、うまく回ることによって、どん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 需要をかけていくことができるっていう考え方ですね。で、やっぱり気遣いっていうのは、例えばその自分の商売をやってお金を作りたいっていうことであれば、そういうところでもものすごく役に立ってくるものです。で、ここに、気候洗脳術っていうね、これは2010年の。トマベチ博士の本ですよね。やっぱり気候と来て、洗脳と来てから結構怖い感じがすると思いますけども、今のそのレストランの話でよくわかると思うんですけども、やっぱり気を使うっていうのは基本的に洗脳なんですよね。これはやっぱり気を使ってあげることによって、使った相手が気持ちよくなって自発的に、こちらの望む行動を取ってくれるということ。ですよね。だからやっぱり私が悪者だったら絶対ダメだっていうことなんですけど。そうですね、そうです。それやっぱりどんな人にも言えることで、洗脳ってやっぱり生まれた瞬間から避けられないものだと思うんですよね。というのも一番最初に多分母親の声によって洗脳されて、ミルクを飲むようになるんだと思うんです。ここでもし母親が子供の、子供に働きかけができなくて洗脳ができなかったとしたら、おそらく赤ちゃんはミルク飲めずに死んでしまうはずなんですよ。なので、まず人間が生まれて最初に親に洗脳されるっていうのは、ミルクをもらうためだと私は思うんですね。で、そこにこの社会側の理屈が乗っかってくるから、親がそちら側に洗脳されてると、子供にその洗脳が乗っかってくるわけで。で、まずは親を超えなさいっていうのは、その辺に出てくるわけなんですね。なるほどね。で、そんな風に気遣いっていうのは、人間とはやっぱり切っても切り離せないところ、洗脳っていうのもなかったら生きていけないもので、気遣いっていうのは洗脳でっていう、そういう仕組みがある中で、絶対に切っても切り離せないもんですよね。で、それだけにやっぱり気のつく言葉っていうのもすごいたくさんありますよね。で、やっぱりなんかいくつかちょっと今日私ピックアップしてみたんですけど、特にすごいなと思ったのは、やっぱり最初に言った気になるですよね。
気になる。これ、自分が気になってしまうんですよね。ああ、気になる。そうですね。そうです、そうです。木ってこうやって自分でこう頑張って練習し、頑張らないんですけど、練習してると、こう、この、ここにボールかなんか作ると、だんだん自分の主体がこっちのボールの方に行くんですよ。うん。で、この感覚ですよね。お客様の気持ちになるとかってこれですよ。なるほどね。今この人は、このちょっと甘じょっぱいのが食べたいだろうなと。あとは、物に向かい合うときもそうです。例えば、絡まったネックレスをほどくとき。どう考えても自分の指先だけではやるのは難しいぐらい細かいじゃないですか、うん、あれは情報空間でどういう風に絡まってどのぐらいの摩擦が生じてるかっていうのを指先でビジョンで見てるんですよね。なるほどね、うん、あれ気を送ってるからほどけるんですよ。おで、あとはこれって博士の本の中に書いてあったのかな、野球でこうボールを打つときにヒットを打とうとしないでボールの縫い目を見ろって、はい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 、どっかに書いてありますよね。で、ボールの縫い目だけ見るようにすると打てるんですよ、うん、それはやっぱり見てるわけではない、実際にボールの縫い目が見えるわけないので、うん、ボールの縫い目が見えるぐらいまでボールというものの情報空間に自分を付着させて自分のゴールを思い描いて、俺はここでこれを簡単に打つっていうところのゴールを実装させたのがヒットですから。なるほどね、うん、そうですね、そうそう、そういうふうに自分の気っていうのを自分が行きたいところに送ってあげることで実際自分の望む未来がやってくるっていうことなんですね。うん、例えばじゃあその気を使って相手をヒーリングしようっていうのはその体を良くするっていうゴールがあるからそれに向かってヒーリングすることができるっていう、まあ、そういう理屈で皆さんヒーリングってやられると思うんですけど、そうですね、いろいろやっぱり使えます。これが気になるもそうですし、あと同じ理屈で 気の置けない人っていう、お気の置けない人、あ、これはそうですよね。武術なんかの話で、自分のアバターを自分の前に置いてですね、うん、結局、自分の分身を自分の前に何人も置いておくんですよね。あ、はい。そうそう。で、実際に自分のその肉体のところに来るまでのところで、その、うん、アバターに意識を移しながら、実際の敵に向かって対処していくっていう考え方があって。で、つまりここに気を置いてるんですよ。敵と自分の間に気を置いてるんですよね。うんうんうん、これを置かなくていいのが気の置けない人。置けない人。そう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 。そういうことなんですね。そうです。と私は思ってます。うん、気の置けない人。そうですね。あと、すごいのはですね、気違いかな。放送機器もらって気はするんですけど、気違い、気狂いって書きますけど、狂うっていう漢字自体がかなり意味深い言葉で、これはですね、犬がですね、ものすごい勢いで走り回ってる様子を表したのが狂うっていう漢字なんですね。はあ、あ、なるほどね、くる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 。そうそうそう。で、その狂うっていう言葉自体は、その犬がくるくる回る様子から狂うになってるらしいんですよ。あ、そっか、はい。で、まあ、くるくるだと同じとこもあってますけど、基本的にその漢字の原文の意味でいくと、これはですね、狂うっていうのは現状の外という意味なんですよ。これ私たちコーチにとっては大変重要なものでね、ボールは必ず現状の外に設置しなさいっていうところが、いわゆるトマベチ式とか対数式とか呼ばれているものの、他と一番違うところだと思うんですけど、うん、で、狂うっていうのは、なんて言うんでしょう、その、今では悪い意味に捉えられることの方が多いかもしれないけれども、これは白川静香の常用字解っていう、有名な漢字の成り立ちを説明した辞典の中に載ってたことだったと思うんですけど、はい、中国の、偉い人が家来を取るときには、どんな人がいいかっていう、ことがあって、で、一つはやっぱり中庸な人で、あると、一番いいのは中庸な人である、まあ、それは要は空を悟ってる人ですよね。なるほどね。真ん中ですから、はい、でそうじゃないなければ2番目だったら強者、狂ってる人がいいと。狂ってる人がいい。そうで、これはつまり現状の外側を目指す人がいいっていう意味ですよね、うん、そうということなので、気違いっていうのは気が現状の外に向かってる人っていう意味で、
これ結構すごい言葉なんですよ。すごいですね。うん。で、やっぱりそういうものが、悪い意味に置き換わって、こう、抑圧されてるんですよね。で、言葉の成り立ち、まあ私詩人なので、言葉の意味をこう追いかけて、調べていくのも大好きなんですけども、やっぱりこう、気というものの言葉というものに置き換えていくと、これだけいろんな証拠が見えてくるっていうか。ね、ちょっと見ただけでもこれだけ出てくるんですからね、もう。そうそうそう。奥深いですよね。そうですね。まあ、気がないんでこのぐらいですよ。あともう一つだけ、あげるとすると、私が一番好きな、これ気じゃないんですけど、心を砕く。心を砕く。これは抽象度を落とすという意味。いいですよね、心を砕くは抽象度を落とすという、はい、心ってまあ情報空間のこの一番上のところで、うん、ここで自分をこういうふうにしたいっていうゴールがあったとしたら、それをボトムに向かって実装する、うん、こういうふうにしたいっていう現実に向かって働きかけるんですよ、うん、それがやっぱり心を砕くなんですよね。もやっとした塊のままだったら誰も共鳴してくれないんですよね。なるほどね。これを砕いて、落として砕いて、気遣いにしてあげると、こうパパパパパッと、皆さんのゴールと合致してですね、自分のゴールが達成されてしまう。達成されちゃう。そうそうそう。それが、心を砕くだな、と思うんですよね。そうですね。宝玉さん、はい、みやこさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。どうもどうも。なるほど。気の置けない人ってそういう意味なんですね。私の解釈ですけど、多分合ってると思います。合ってるでしょう。はい。どうも、いつも素敵なライブありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も最高ですね。ありがとうございます。うん、なるほどね。そっか。そうそう。すごいですね。なので、まあ、だんだん締めに入らないといけないと思うんですが、これ、あれですね、皆さんも、気を使いましょうっていうことで、気を使いましょうっていうとね、なんかすごい疲れる感じしますけど、皆さんこれ、これは、プルプル健康法という、張栄翔先生の、日本に初めて本格的な気候を持ち込まれた方の本なんですけれども、これに詳しく書いてあります、はい、あとトマベ知識というものでの気の使い方っていうのはこの気候洗脳術に書いてありますので、はい、ぜひ呼ばれると面白いと思いますね。でこれは結構、はい、なんだろう、全然こう普通のうちにも割と置いてあったりします。あ、これこの人こんなの読んでんだっていういろんなところに入れてますね、この本はね。そうですか、そうそう、やっぱ特別なもんじゃないんだなっていうことですね。でも気を使う言葉がこんなにたくさんあるっていうことはね、特別じゃないっていう証です、うん、そうそう、昔の人はだからみんなその気というものの、中でやっぱり生きてたと思うし、もっと近かったんでしょうね、きっと。そう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 。でやっぱり一つはやっぱりその自然の音ですよね、うんうん、で一番はやっぱり 木々のざわめきだと思うんですよ。でこのザーっていうこの音の中にこうものすごい量の倍音が入ってて、それが多分人間の脳の中で神の声に変換されていったというふうに私は考えてるんですね。そうだからに神の声っていうのは私は多分倍音だと思うんですけれども、それは多分森の中で人間が聞いた音の中で作られる。だから基本的に宗教っていうのは日本の宗教なんかは森を中心に形成されてるじゃないですか。あ、なるほどね。そうそうそう。あとはまあ西洋で石の文化もあるかもしれないけど、あれだってやっぱり石の反響で倍音が出てるはずなんですよね。そうですよね。そうそうそう。で、そうそう、それのことがやっぱりすごくあって、やっぱり声と、なんていうか、その声によってその神を見るじゃないですけど、そういう脳の働きっていうのが一つあるので、後で紹介する私のワークなんかはこれをやっぱり応用してますよね、うん、なるほどね。はいはいはい。なんですよ、気からの、はい、そうですね、気を知る、そうですね、うん、まあ、本当に実際面白い話です。面白いっていうか興味深いですよね。うんうんうん、本当になんか、じゃあ本当まあ一番やっぱり言いたいのは縁遠いもんじゃないっていう、普通にみんな使ってるもんですよっていうことをただ今日は言いたかっただけですね。身近にあるっていうこと。そう、身近にあるものっていうことですね。はい、はい、
木の話。はい、うん、はい、27期の話ですね。はい、ありがとうございます。はい、いろいろなね、面白いお話聞かせてもらいました。はい。はい、それで、はい、あ、時間的にはこの辺からあの終わりの方に行っちゃっていいのかな。そうですね。じゃあ、はい、じゃあ、まあ、ここで日常の中の気遣いっていうお話はね、こんな感じで、うん、そうですね、はい、あの、はい、はい、皆さん使ってます、もうすでに使ってます、はい、使ってますので皆さんもこれからね、使えることに気づいていただけたと思います。で、気を身近に感じてですね、うんうんうん、使ってください、ね、あの、そう、気持ちいい人生を手に入れて、はい、そうですね、いただけますね、もうこれでね、はい、はいはい、じゃあありがとうございました。気に関するお話をしていただきました、はい、じゃあ、宝玉さんの方から今度じゃあお知らせの方に行きますか。はい、ですね、はい、まあ、ちょっとコーチングをやってて、うん、そのコースをちょっと見直そうと思って、あ、はい、あの、私のホームページの方に、多分リンクでご案内していただけると思うんですけど、はい、後で、はいはい、コースをいくつか、あ、なんて言うんでしょう、足したんですね。普通のいわゆるコーチング、単純なコーチングというものに対して。はい、ちょっと今ここの、まあ、の前のプロットのところで出してなかったんですけど、うん、レジリエンスパッケージというものを一つ作ってみました。レジリエンスパッケージ。そうですね。はい、やっぱり、なんて言うんでしょうね。ちょっとやっぱり心の中に引っかかりがある、要はトラウマですよね。うんうんうん、お医者さんに実際行かれてる方っていうのはお医者さんの治療が終わってからの方が望ましいと思うんですけれども、はい、今もう現にも治療は終了してるが、まあ、あるいはそこまではいかないけれども、うん、心に傷を負っていて、それを解消してどうにかして先に進みたいという自信の自分の意思が終わりになる方のために、うん、レジリエンスパッケージというものを作って見ました。まあ、要はトラウマを軽減するような、はい、ヒーリングと、まあ、コーチングのセットですね。やっぱトラウマ消すだけだと戻っちゃうんですね。なる、あ、戻っちゃう、うん、そうですね。コーチングだけでももちろん多分それってうまく持っていけるんですけども、そこまでの取っかかりでどうしてもそのなんて言うんでしょうね、乗り越えてくる力できっかけが欲しいって人は結構いるなと思って、で、ね、そこでやっぱりヒーリングを一部入れた上でコーチング1回分ということで、そのベースになるところですね、はい、比較的料金も抑えてます。はい、はい、というわけでそのレジリエンスパッケージというのを新たに作ったということを一つ、まあ私自身もこのぐらい自信でやられてますと相当ね、うん、やられてる人ってのが増えてきてるんで、うん、まあまあ、またまた料金がかかるのは同じなんですけれども、ちょっと利用してもらいやすくはなってるのかなと思います、うん、ね、そういう宝玉さんからだからこそ、ね、うん、得るものって大きいと思うんですよね。そうですね、まあまあ、トラウマっていうものにそんなにコミットしても仕方ないんですけど、なんて言うんでしょうね、最近やっぱちょっと気になったことがあって、はい、過去は関係ないっていう言葉の使い方を間違えると怖いよっていう話ですよね。トラウマっていうのはその過去が身体に実装されている状態なんですよね。心が傷ついてるっていうのは要は脳に傷がついてる状態ですから、実際体が傷ついてるんですよ、うんうん、で、うん、現在というものは未来の結果というふうに認知科学では考えるわけですから、体が今この状態に傷ついた状態にあるということは未来の側から書き換えてあげるベースがここにあるっていうことなんですよね。ここで過去を否定してしまうと結構痛手を負うんだと思うんです。なるほどね。で、やっぱりこれやっぱり自分自身が震災で何でしょうね、やっぱりそれなりにこう深層心理の方にあるんですよね。無意識の方にあるんですよね。地鳴りが怖いとか。うんうんうん、で、やっぱりこの震災の時期になっていろんなことをこう発言しているときに、その過去は関係ないんでしょってこうおっしゃる方がいて、うん、で、まあそりゃそうなんだけどっていう私の意見が一つあってですね。うん、やっぱり肉体の側から見ていくと過去は大いに関係があるんです。で、過去があって因果があるから因果があってちゃんとそれを書き換えることができるっていう、そこの部分を無視してしまうと何もならんということですよね。なるほど、
やっぱ大事なものなんです。現在とその人にとっての、その過去から来てるその現在の自分とそのつながってる未来っていう関係ですよね。なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、宝玉さんのホームページちょっと今貼り付けさせていただきますね、はいはい、でこちらホームページを貼り付けましたので、こちらからパッケージ見てみてください。でですね、ババチサさん、宝玉さんの漢字が転換できなくてひらがなで、はい、すいません。日本一検索しにくいコーチというふうに自分ではい、はいはい、で田中博さん、全く同意です。いつもありがとうございます。本当に千尋さん、私は今国境を越えた電気ショーをしています。もっと一緒に交流できたら嬉しいですというコメントをいただいてます。はい、はい、じゃあ、お知らせは、はい、それあと特典のところでいいのかな。そうですね、あと特典を、そうですね、お願いしたいと思います。はい、これ私は詩人というちょっと特殊なものを職業というかとしてまして、うん、で、はい、その抽象度の高い言葉を紡いで、うん、それを発声によって自分の体に落とし込んでいくっていうワークを考えました。あー、面白い。でやっぱりその自分の言葉を文章に紡いでいきながら、自分の脳内をこう整理してですね、抽象言語ですよね、はい、整然としてる部分もあるんだけど、それよりはもうちょっと無意識の方に上がっていく言語の作り方を、誰でも簡単に書ける、まあ、詩の書き方みたいな感じなんですけれども、それをやりながら最終的にそれを読んでみることで、その人間の、人間のというか、そのクライアントさんの声のバランスを整えて、一番相手にとって影響力を持てるようなところにちょっと声のチューニングをやってみようということですね。はあ、すごい、はい、これ結構聞くんです。声質が変わると影響力っていうのがものすごく変わってくるし、自分の周囲にこう、なんて言うんでしょうね、いい影響がどんどん広がってくるんですよ。発声を見直すと本当に自分の周りが変わりだすっていうことがありますので、その文字から自分の理想を実装するという、これアファメーションの練習にもなります。なるほどね。でそしてそれを読むっていうことで、そのゴールに近づいていくという図な、そうですね、練習もできるということですね。そういうワークを作ってみましたので、すごい、非常に有効なワークだと思います。宝玉さんならではのワークですね。そうですね、これはやっぱちょっと真似できないと思います。はい、これが、はい、言語実装ワーク、はい、で言語、そうですね、言語実装ワークスというものを作ってみて、うん、でこれがですね、はい、3時間を3ヶ月って感じで、まあ、一応モニター価格ということで9万9000円で今出してるんですけども、はい、同時視聴された方は7万9000円で、はいはい、でこのチャンネルご覧の方で、要は同時視聴じゃない方ですねは8万4000円で、提供しようかなと、はい、じゃあアーカイブでご覧になった方は8万4000円、そういうことですね。今ご視聴いただいている皆様には7万9000円、はい、そういうことです、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまずは、言語実装ワークスのモニター価格でのご提供これが特典の一つ目ですね。はい、はい、そしてあとは、無料セッションをやっております。これは、トマベ知識コーチング、本物のトマベ知識コーチングです。20分と、あと、そのコーチングとはどういうものなのか、もし受けられたい場合には、こんなことができますよというようなオリエンテーション30分で、はい、はい。これをやってます。うん、で、これ、ズームでも可能ですということと、はい、あとは、これはコーチング契約書を締結して行います。はい、本物のコーチングされますからね。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあこちらは無料コーチングですね。はい、そうですね。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。じゃあこちら特典1は実装ワークスの方ですね。はい、で特典2は無料コーチングの体験セッション。こちら20分とオリエンテーションが30分ということで、はい、じゃあこちらもですね、こちらもホームページから、アクセスしていただいて。はい。そうですね、直接メールで、はい、はい、していただければと思います、はい、じゃこちらも今貼り付けますね、はい、はい、じゃあ皆さんライブリアルタイムの方はリアルタイムということで、特典を受け取っていただければと思います、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ宝玉さんの方からお知らせ
と、あとは特典の、はい、ご案内でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょっとですね、時間を、あ、すいません。そうですね、もう一つ、宝玉さんから、いい人からのいい言葉っていうことで、いい言葉をさらっと、はい、さらっと。はい、はい、先ほど紹介した、トマベチヒデと宇宙を語るという本の中からですね、はい、宇宙はなぜ生まれたのか、寂しいからです。はい、この一言ですね。寂しいからです。はい。うん、深いですね。深いですね。これはちょっと、もうあと1時間かかっちゃいますので、はい、こちら、寂しいからっていう話、宝玉さんとお話しされたい方は、宝玉さんのホームページから、宝玉さん、寂しい話、ちょっと教えてくださいっていうことで、うん、一緒にお話ししたいですっていうことでですね、はい、連絡を取っていただければと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。で、最後に、私の方からですね、お知らせなんですけれども、まあ、講師との対談ライブ、今日は宝玉さんと、お送りしておりますけれども、次の、つのいチャンネルはなんとあさっての、土曜日26日を予定しています。ちょっとこれはですね、番外編なんですけれども、またこちらの方も告知させていただきますので、どうぞお楽しみにしていてくださいということで、はい、じゃあ今日は詩人コーチの宝玉義彦さん、はい、ありがとうございます。はい、ライブでした。皆様ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、はい、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。